ブレーカーの切り抜きから来ましたね。なにそれ。なにそれ。炊飯器さん機嫌治ったって。今日炊飯器さん使ってないのよ、機嫌悪いから。そう、結局電話して、あの昨日の話なんですけど、そう、浴室乾燥機が壊れちゃって、昨日。そう、なので今日いろんなところに電話して、で結局やっぱ壊れてるってなって、そうそれ壊れてますねってなって、だからそうね、修理に来てもらうことにはなったんですけど、その修理がまだまだになるので、そうね1週間2週間ぐらいはもうこのまんま過ごすしかないみたいです。悲しい。そう、しばらく使えない。だから浴室乾燥機が止まっちゃってるから、全部できないんですよ。なんていうの、浴室乾燥だけじゃなくて、あの家のほとんどの換気扇が止まっちゃってるので、そうだから、そうなんですよね。早くというか、今最短ででもそれでやってもらう予定ではあるのでね、ちょっと静かにその時を待とうと思います。うん、やっぱそのエラー番号とか、なんか説明書とかいろいろ今携帯で調べたら出てくるから、あの調べたけど、そのエラーの番号すら載ってない、なんかその他のなんかそう数字だったりとかしたから、これなんだろうみたいな。で結局浴室乾燥だけのブレーカーとかがあるから、そう、それを下ろしたりやったりしたんですけど、一瞬だけ蘇るけどすぐエラーになっちゃってみたいな。でそこのブレーカーだけ今落としてて、そう怖いから、そう完全に壊れたみたい。残念です。電話したの偉いって、偉いでしょ、ありがとう。そう、今日の目標はね、全部達成したんだ。そう、電球も買ってきた。換気できないの困るねって。そうだから、あのキッチンの換気扇ぐらいなのよ、使えるのが今だから、あーんって感じだけど、断捨離も偉いって、偉いでしょ。本当はもっと捨てたいんだけどね。でもだいぶ断捨離した。今日の AKB 風って言って最近聞いたよね、楽しみにしてまして。お、皆さんぜひぜひ見てください。この後25時何分だっけ、ちょっと待って、25時、25時30分か。今もちょっと撮っとこうって思ったんだけど、25時30分、あった、録画しとこう。25時30分 KB48 最近聞いたよね。
放送です。本日大西出るのでよかったら見てね。そう、今回はゆいゆい、うぐりゆいちゃん、ゆいゆいと村山ゆいりさん、ゆいりと魚店ゆりなちゃん、魚店のと私の4人で行ってまいりました。そうで、ヨガジャーナルさんとコラボの企画で、今回ヨガジャーナルさんのもうあのね、そう出てるんで、発売されてるんですけど、そうヨガジャーナルさんの表紙をさせていただいております。やった。そう、なんか今までオンラインとかは表紙あったんですけど、こういうなんていうの雑誌、紙面、紙の表紙は大西今回初めてなので、そうぜひぜひ見てください。推しカラーだったね緑って。そう、緑選んだの大西が自分で。そう、緑ってほんと人気ないね。なんかさ、ことあるごとに思う。なんかそのあれ、お洋服選んだ時も、まああの何、スタイリストさんがついてくださってて、でちょっと何の色がいいかなみたいな、ちなみにみんな何の色が好きなのみたいな、誰も緑選ばへん、あの時も緑選ばへん、あのショールーム選抜の楽曲の時もうなんか1位の子から選ぶみたいなシステムだったんですけど、大西ショールーム選抜では一番最後の8位だったんですけど、緑の子って、大西は一番好きな色、一番ってか、そう好きな色だったから嬉しいってなったけど、誰も緑選ばないんだよね。なんで？まあ競争率が低くて私はよろしいんですが、あんま緑好きな女子いない？なんか寒くない？むちゃん緑似合うよね。本当？嬉しい。緑好き。緑可愛いよね。テレビ何見てるのって、なんだろうこれ、特に見てはないんだつけてるだけ。そう、まあ、そんなこんなで本日はヨガしてきたのが流れるので、ぜひぜひ見てください。東京は雪降ってないって、降ってないんじゃない、大西が出てた時は降ってなかった、でも奈良降ってる、うん、奈良降ってたってママからさっき連絡来てた。3回に分けてやるみたいねって。あ、そうなの、ヨガ、あ、じゃあ今日どこまで放送されるんだろう、3回に分けるのえ本当そうなのね。でも恩師がやりたいって言ってたこともどっかの会で多分できてるので、そう、それも楽しみにしててます。うん、そう、やりたかったことができたんです。
これ去年撮ったんですけど、収録。ヨガやってみたいって、ヨガいいよ。なんかね、なんかヨガさやる方、まあまあ見てでもなんかヨガってやった方がいいんだなって思った。うん、うん、こう意識高い系のさ女性がやってるイメージがすごいあってさ、勝手に。あ、でもヨガってこれちゃんと必要なんだって思った。うん、そう、ぜひぜひ今日見てみてください。うん、一瞬で体柔らかくなる、体軽くなる。うん、うん、そう、なんかまあまあ見てまあ見て、そう、見れない方もぜひ TVer だったっけな、 TVer でも見れるので、携帯ぜひぜひ見てね。うん、眠たい。今日午前中はゆっくりできたんですけど、やっぱ眠いねこの時間帯に。今日も寝るだけって、うん、あとお風呂入って寝るだけ。掃除したから疲れたかな。いや疲れてはない、すっきりした。やっぱ掃除っていいよね、なんか本当にすっきりする、なんか無心になれる、掃除すんのって。淡々とさ何も考えずにさできるじゃん。で綺麗になったらすっきりするじゃん。いいよね。そう、もうさ掃除したら下でさ、なんか買い替えたくなるもの、ほんと今ね絨毯とね洗濯機を本当に買い替えたくて炊飯器じゃないんかいって感じやねんけどさ、絨毯と洗濯機をね本当に今すごくちゃんと買い替えたいと思ってるね。ラグカーって、そう、私ね今丸いラグ引いてるんですよ、ここに今ちょうど今座ってるところに。そう、でもこうさ他に可愛いのとかあってもさ、絨毯ってあのね処分するのが大変じゃない。そう、それがめんどくさくて。こたつと合ってないような気があって、どういうこと？こたつと合ってない？こたつと合ってない？絨毯？こたつと絨毯って相性悪いってこと？え、どういうこと？こたつと合ってない？丸いラグと四角いこたつやからじゃないって。どっちも丸だよ。こたつも丸いようにし。
こたつも丸だし、ラグも丸。丸丸です。こたつ丸いのいいでしょ。可愛いんだよ。めっちゃお気に入り。丸いこたつなんか珍しいって。珍しいでしょ。一目惚れした、楽天で。可愛いと思って、めっちゃいい。どこにでも人座れる。四角やったらこう角っちょになるじゃん。だいたい4人ぐらいじゃん、座れて。もうじもいっぱい座れる。角がないからもういっぱい座れるよ。そんな消えへんけど人。そう、洗濯機も丸いのにしたいとかって。あーでもそうかも。洗濯機も丸いのにしたいのは合ってるかも。あのさ、別に形じゃないけど、なんかファンの方からなんかお家が多分ショールームで、そのなんか浴室乾燥機なのか、その洗濯機で、あの何、自動で乾かしてくれるのまでついてるのか、どっちの方がなんかいいんだろうねみたいな、安いんだろうねみたいな話をさらってした後に、あの DM で送ってきてくださって、詳細を1年間で考えたいものでってなると、なんかそれを見たら、なんかなんていうの、浴室乾燥機より、あの何、全自動でやってくれる洗濯機の方が若干こうお安くなるみたいなのよ。そう、送ってくださったのを見たら、じゃあそっちの方が楽やし、こっちじゃないと思って、そうね、直そうとしてるけど、浴室乾燥機ってなると、洗濯機ねえ買いたいなあと。そう、今使ってる洗濯機には乾燥機能ついてるので、ついてないの、何もついてないよ。あの柔軟剤入れるのもついてないから、何もついてないのよ。そう、本当に安かったのよ今の洗濯機。そうなのよね。そう、でも実家のやつもそうなんですよ。あの乾燥までやってくれるやつで、だから実家はなんかなんだかんだこう洗濯物が多かったりするから、まあコインランドリー行ってることの方が多いんですけど、でも一人暮らしとかだとね、一人分ペペってね、洗って乾燥までしてみたいなね、ぐらいやったらさ、ね、すぐ出したらそんなシワシワとかにもなんないだろうし、うん、ってなるとそっちの方がなんか洗濯物溜まったりもしないんだろうなとか思って、一人暮らしだとドラムが一番よって、やっぱそうやんなってなるとね。買いたいなと思ってるんだよね。やってくれるんでしょ、持ってきてくださって。ね、今使ってる洗濯機も持ってってくれるよってね、それはありがたいよね、とっても。それはとってもありがたい。
しょ。波動のご褒美が洗濯機だったらいいのにねって、うわめっちゃいいな確かに波動のご褒美家電とか家電とかってなると余計お金かかるよ多分、旅行とかより大変になっちゃう、大変大変。旅行券3枚貯まったら家電と引き換えみたいなさそれはちょっとあれかな。いやでも旅行がいいよ、旅行がいい、うん、せっかく旅行行けるんだから旅行行こう。目の色変わるメンバー出てきそうで、家電になったらそんなことないやろ、多分絶対旅行の方が嬉しいよ、特別感あるじゃん。旅行か家電や、こ、ん？旅行か家電か高級料理やったらどれがいいって。高級料理以外ならどっちでもいい、どっちもいい。うん。ご飯はな。うん。なんかそんな自分の好きでめっちゃ高いご飯屋さんとかなんか行かないからな。予約の取れないお店とかでもって、なんだろう、あんまりね、なんだろう、自分の中ではなんか、あんまりこう興味がない部類には入るかもね。めっちゃ跳ねてる。食にあんまりこだわりはないのねって、高いご飯みたいなのはあんまりいいかもね。こだわりめっちゃあるかめっちゃないかで言ったらよく分からへんけど、冒険はあんまりしないタイプ。が好きやとか言ってもなんか大体同じメニュー頼んだりとか、マクド行っても大体同じメニュー、そうね、基本何でもいいかもしれない。でもご飯はね、多分そういうお店ってなんかわかんない、なんかディナーとかでしょ、プロポーズとかさするとこってディナー、高級ディナーみたいな、なんかそういうところでしょ高級料理って。高層階の夜景が見えるあれでしょ。ね。仕事関係で連れてってもらったことがないなんて。いや、お高いお店はね、連れてってもらったことあるのよ。そう、お高いというかおしゃ、まあお高い。自分一人とかやったら絶対行かんやろなみたいな店とかは、事務所入ってから、アリゲーター入って
からもあったりするけど、そうね、順番に出てくるんだよね、あれ、ご飯が。叙々苑とかって、叙々苑行ったことあるよ大西、叙々苑行ったことあるよ、人生で多分2回行ったことある。だいぶ前じゃねって、だいぶ前めっちゃだいぶ前、美味しかったって、うん、美味しかった。でも多分ね、あんま美味しい味わかんないんだろうね、なんかそう言われたら、なんか、なんでも美味しい、なんかその時が多分楽しければなんでも美味しい。うん、私あんあんっていう焼肉屋さん好きよ、東京来てあんあんっていうやつあって、焼肉屋さん奈良には多分ないんだよ。うん、何それって、なんか安い安いって書いてあんあんって読む、なんかあるんだけど焼肉屋さんが、なんかそこが昔なんか泊まってたとこの近くにあって、そうで、エイトのメンバーとめっちゃ行ってた、そこ。なんか今日疲れたなみたいな日とか、ああ行くとか言ってそうメンバーでみんなであんあん行ったり、懐かしい、よしめっちゃ美味しかったな、明日から頑張ろうみたいな、そう思い出。え、あんあん食べ放題なくなっちゃったのよって、え、ガチで？フードロス対策だったやって、え、それは大事だ、それはしゃあない、単品で食べよう。そうなんや、いい、ちょっと寂しいな、でもそれはそうか、食べ放題なので、そう食べ放題やったってことか、じゃあ今は。そうなのか、安楽亭も安いよって初めて聞いた。あれは牛角は安いの？なんかあんまいかんけど、牛角ってよく聞くよね。それ焼肉屋さんやな、違う牛角はそこそこする、あそこそ、あちょい高、あちょい高なのね、あこは。なんかちょうどいい焼肉屋さんってなん、どこなん？あんあんは多分きっと安い部類に入るでしょ？牛角はちょっと高いんでしょ？なんかそのちょうど間ぐらいのさ、焼肉屋さんってどっかない？なんかちょうどいい、あ、まあ普通だよねぐらいの、普通に値段、普通の値段ぐらいだよねみたいな。ミンミン？ミンミン、あスタミナ太郎は聞いたことある。ワンカルビ、ワンカルビは大好きやけど、東京ある？ワンカルって炙り屋？焼肉ライク、あ焼肉ライクは行くな、お主一人で。網焼き亭、焼肉キング、牛角も安いに入るやて、これはあれだ、あれだね
人によりけりなのか、嗅覚高い家って、あやべえ、あやべえやべえやべえ、争いが起きちゃう。大丈夫みんな大丈夫だよみんなきっと西も嗅覚高いなってきっと思う。わかんない、知らない、そんなに多分行ったことがないからわかんないけど、まあ人それぞれよね。そういう世の中でもある、世知辛い。でもそれもまた人生はい、それもまた人生、いろんな人生があるよね。あ、味がある、味がうん、いやでも焼肉食べたいな、久しぶりに(笑)いくらぐらいを求めて、ワンカルのねちょうどいい食べ放題がね3980円とかなんですよね。おいしい、ワンカルめっちゃ行くんですよ、奈良で。そう、そんぐらい、そんぐらい、3500円とかなんかそんぐらい。3980円するのかその店、いや食べ放題による、多分2980円のコースもあった気がするけれども、あれ湯格もそんくらいって、あじゃあそんぐらいだ。でも食べ放題によるよね。大西は日によって分けてたんだ、日によってってか、そんな毎日食べてないけど、なんか3000円、2900何ぼぐらいの食べ放題と、そうなんかランクがあって、どっちも頼んでたのし、ワンカルで。そう、理想を言うとまあそんぐらいがいいんだよね。3000円ギリいかないぐらいがめっちゃいいんだけれどもさ、食べ放題ってなるとさ、またうんってなるよね。3500円、まあ出して4000円かなぐらいかな。ってなるとまあ牛角もそのぐらいなのかね。牛角も、牛角は食べ放題？お、食べ放題だって。お、いいね。トラジのランチめっちゃいいから行ってみてって。トラジって聞いたことある？叙々苑はいくらぐらいになるんだろうって。ねえ、叙々苑で食べたら一人何円ぐらいになるんだろう。ジンギスカンええよって、うわいいの？ジンギスカン、私ジンギスカンちょっとだけ苦手なんだよな。そう、北海道とかね行って食べたい。あ、トラジはお高い、トラジは高級やけど美味しいですって。ランチだと3000円ぐらいって。おー、でもランチいい値段するね。なんかさ、東京ってすごいよね。ね、なんかそれで言ったら確かに東京に慣れてきてるんだろうなと思うんだよね。なんか金銭感覚とか、だって最初さ東京来た時さ、服とか見に行ったら全部たっかーみたいな4000円する服みたいなそう、服4000円もすんねんけどみたいなそう、女の子の服安ないで、いや安いのよ。でもね奈良はねもっと安かったのよ。
4000は安いかとって安いと思うじゃん。大西はまあ今は4000だったら、あ、まあ安いわってなるのよ。そう、でもね、ならもっと安かったの。高くて3000円、安くて980円とかさ、まあ1200何ぼとかさ、なんかそんぐらいの感覚でさ生きてきてたから、東京行って服見て、うわ何も買えへんみたいな、嘘ってなると、確かに4000円今だとね、まだ安い方だなって思うから、その辺は感覚がね、ちょっと日もずれてきてるんだなって思う。うん、うん、ねえ、まあでもねえ、これでもまあ安い方だよね。女性、さっきもねコメントあったけど、女性の服って安いよね。男性の服ってなんであんな高いの？どうしたの？ってくらい高くない？え、なんでなん？高いよねって、なんかめっちゃ高いよね。なんか温泉さん、メンズ服とか好きだから見に行くのよ、普通に。なんか高みたいな。うん。すごいよ、もう。ね、うん、でもスーツは男は安いよって。スーツいくらぐらいよ？5万ぐらい？2万ぐらい？3万ぐらい？3万とか1万？ピンキリ、ピンキリって何？よく聞くけど、ピンキリ1万円ってこと？ピンからキリまで、何それ何それ、ピンからキリまでって何？あ、何、あ、高いのから安いのまであるってこと？ピンが高いってこと？キリが安いってこと？じゃあそら、うん、あ、まあいろんな値段があるよってことか。そうだから、なんかこの間お兄ちゃんのスーツを買おうってなって一瞬見たのね。で、大西が見たのはなんかね、なんか3着で5万円で買えますよみたいなだって、あ、これええやんって思ったけど、お兄ちゃんが使ってるスーツもっと高いらしいよみたいな出て、あ、そうなんみたいなっていう話をしてて、そう、安って、いや、それは安いよね。だって3着で5万円もこれめっちゃええやんって思ったけど、でも今お兄ちゃんが使ってるさスーツがそれより全然高いみたいな聞いたから、ちょっとそれをプレゼントはしづらくなった、うん、あー、そっかああそうかって、そうなのね、100万超える世界。100万円超えるスーツでどこ行くん？
違う、いやそのさ、もともとさ持ってるさきっと額がさ違うからさ、でもそのさお仕事のさ、その表に出るお仕事だったりさ、 TPO とかなんかあるじゃない、なんかよく。でも100万円すごい、それ外出れないわ100万円それこそプロポーズとかなんちゃって、100万円のスーツ着てプロポーズ、そこってなるあ、そこかってなるもんにしやったらうん、ええ、プロポーズ結婚してくださいみたいな、はいって言って、ちなみに今日俺気合入れてきて100万円のスーツ着てきたんだみたいなお願いやから貯金しといてってなるわマジで本当に今後さ、プロポーズしたってことは結婚するってことでしょみたいな、結婚するってことはお金が必要じゃん、えーってなっちゃう、うん、いやもう指輪にかけてほしいって、なんかさ、これいつやったかな、でもわりかしほんまにさ最近、なんかその存在をちゃんと確認したというか、結婚指輪の確認したっていうか、なんかさ今まで結婚指輪というものをさ、どこで皆さんが買ってらっしゃるかみたいなのを全く考えていってこなかったので、なんか分からへんけど、で何やったかな、 SNS 見てた時かはなんか分からへんけど、なんか 4°C みたいな書いてて、4°C って結構有名な、結構わりかしどの店舗とかにもあるじゃない。で、おにしも中学ぐらいの時にお小遣い貯めて買ったことあって、なんか流行ってたんですよ、 4°C 持ってる人がめっちゃイケてるみたいな時があって、なんかめちゃめちゃ安いやつだったんですけど、その中ではでもなんかネックレスかなんか忘れたけど、なんか買った記憶があって、あーみたいな、そっかっていう、なんか分からへん、初めてちゃんとなんかなんていうの、あ、そういうところで結婚指輪って置いてるんだみたいな、なんかさなんか初めてちゃんと意識して、そう、なんかそっかーって、なんかわりかし最近なった記憶、婚約指輪結婚指輪それ何が違うの、婚約指輪と結婚指輪って、なんかでも2個してるよね、してないかなんか2個してない、 2個してないか、なんかえプロポーズとかで渡すのが婚約指輪、結婚指輪は普段つけるやつ、どういうこと、プロポーズの時に渡すのが婚約指輪、結婚指輪は結婚する時に渡す指輪ってこと、婚約指輪、婚約指輪は結婚までして、結婚指輪は結婚後もつける、え、大変ちゃうそれ、え、
結婚指輪は夫婦揃ってつけるやつ。婚約指輪は夫婦揃ってつけないの？じゃあ ポーズする側がつけれないってこと？あ、へえ。ってなったらプロポーズする側の方は大変だね。2回買わなきゃいけないんだ指輪。ええ、大変。そう。いてて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 。お金がかかりますねって。ね、大変だね。女性がプロポーズしたらどうなるんだろうって。あ、でもそれは普通に逆ちゃう？女性が指輪を用意して男性がつける。まあでもさ、最近のこの世の中別にその性別とかそんな関係ないじゃない。いてててめ、なんか急に太ももめっちゃ痛いわ。だからわりかしそういうのは性別関係なくありそうやけど。いてててててて。そんなことってあるって、あるんじゃない？ない？大西はプロポーズしそうやった。大西がする側ってこと？婚指輪持ってかな。結婚指輪ちゃうわ、婚約指輪か。待ってます。うんあのガチャガチャのやつでいい？知ってる？ガチャガチャの最近いろんな指輪あるんだよ。ガチャガチャ、グミのガチャガ、なんかグミの指輪とかおにぎりの指輪とか。それでいい？婚約指輪それ、結婚指輪もそれ。どっちもガチャガチャ。2個引いて自分がいい方つけよう。じゃあ、でもさ、指輪には変わりないじゃん、ガチャガチャでも。だって別にさ、決まりはないんでしょ？婚約指輪を渡さなければ絶対にいけないってわけでもないんでしょ？結婚指輪も別に値段とか決まってないってことでしょ？ってなるとさ、本当にさ、ガチャガチャの指輪を結婚式に使ってもいいっちゃいいでしょ？いいってことよね。ルールはないねって。そうよね、それはダメって。ダメなの？
あ、そう、それ、そうね、それをされたいかとかそういう問題じゃなくて、そう、決まりは一旦ないってことでしょ。そう考えると面白いね。面白い。指輪ない人もいるね。指輪ない人もいるんだ。ね、指輪可愛いけどね。結婚式しなくてもいいしって、まあそうだよね。結局はそうよね。結婚式したい？いやって思ってたのよ。大西も、私はしたくない派だったんですよ今まで。結婚式を。でもさ、どう思っていた？結婚式変わったって、いや違うのよ。結婚式ってめっちゃさ、親孝行する場なんじゃないかなって最近思ったのよ。なんか TikTok まだ SNS、 TikTok 見ててさ、こう結婚式のなんか動画とか流れてくんねんけどさ、親にさ手紙とか読むじゃん。なんか自分たちのお祝いっていうよりさ、なんかねえってなんか思った。っていうので、なんか最近はもしね、そういう機会があるならできたらいいなみたいなって思うようになった。なんか今までは絶対したくないみたいな思ってた人間だったんですけど、やばい、そろそろ時間があって、今何時？48分。あ、まだ大丈夫だ。ありがとう。言うても12時か。早いな。ねえ。式のご予定はって。明日。明日かな、明日の11時ぐらい。いや、ちょっと11時はまだ眠い。明日の18時ぐらいからじゃあ開催します。明日大西県大西市大西町0920の大西式場でやるので、そうです、はい。ちょっと大西県だとみんなもしかしたら遠いかな、遠いかもしれないけどね、ちょっとみんなに晴れ姿見てほしいから、ちょっとね、配信もありますかって、そうですね、ショールーム配信できたらできたらましようかなっていう。あとブーケトスですね、はい、ブーケトスもそうですね、あれ結構女性がやる感じのやつなんですけど、あのもう来てくれたみんなに、あの渡します。みんなが結婚できますように。人数分です、花束を。
うん、あ、明日寒いけど平気って最高気温5度だよって、あ、やめます、すいません、あの明日大西県大西市大西町大西式場でやる予定だった結婚式はちょっと取りやめです、中止です、すいません、あの寒いということでちょっと無理そうですね、ごめんなさい、ね、みんなあのご祝儀とか用意しようと思ってくれた方も多分多いと思うんですけど、そうですね、ちょっと明日寒いということでごめんなさい、ちょっと結婚式やめさせていただきます、すいませんでした、すいません、またの機会にまたの機会に、あ、すいません、そうです、またまたの機会に、うん、振り返りはいつですか、お話し会みたい、振り返りですか、もう向かってるってもう向かってたらやばいよ、大西県ってどこに来ようとしてたの、ちょっとちょっと、なんだこれ、押し増しできます、どういうこと夜行バス組がってごめん、夜行バス組ごめんね、もう来てくれてたよね、あーごめん、もうね引き戻せないもんね、一回あの大西県の旅行だけ楽しんで夜行バスで帰ってやこます、ごめんなさい、本当に本当にすいません、寒くて明日どうしても寒いみたいなのでちょっと結婚式ができないんです、来てくださった方が本当にいっぱいだと思うんですけど寒くて見なさいね。大西県ってあるとしたら関西方面なんかな。西側にありそうよね。大西って西ついてるからかな。なんか。中国エリアと九州のなんかこの辺にありそう。余興のカラオケ練習したのにって、あ、本当にごめんね、余興用意してくれてたの、うわ申し訳ない、ちょっとまたまたの機会にまたの機会に、はい、すいません、あ、スピーチ練習、あ、ごめん、スピーチも練習した、あ、お手紙書いた、あ、ごめんね、友人代表的な感じで、うわごめん、本当に申し訳ない、ブーケ業者が頭抱えてるって、その人数分ねブーケ用意してもらったんですけど、ちょっとね本当ごめんなさいね、あ、ビデオレター、あ、ごめんね、あ、腹踊りやる予定だったのにって、あ、じゃあ中止になってよかったじゃあよかった、まあ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 、それはええわ、うん、それは全然大丈夫できんできんです、すいませんお相手は誰って、確かにお相手で、そうだよね、みんな気になるお相手、私自身ということで、そう本当ならね、大西が大西と結婚する結婚式だったんですけど、今回愛する自分とは結婚できない、寒いから結婚式ができないということで、まあでも大西が大西を、大西が自分自身を愛する気持ちは今後も変わらないので、今後も
愛し愛され生きていきたいと思います。あ、やばい、終わっちゃう、やばい、終わっちゃう、時間がないから、そろそろ終わりますはい、ということで、ランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位、ハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がさとちアットマークおにしぐんさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がようちゃんとゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がけいじさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が MM ルールズアットマークギフノルト人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がキョイさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が、KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がタカヒロアットマークオメグ魂さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がヤマッチさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がライオン丸さん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がオヤちゃん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がシュズルさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。ということで、ありがとうございました、お付き合いはい、ということで、ではでは今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、おやすみなさい。いい夢見てね。じゃあね、バイバイ。おやすみなさい。バイバイ。